観光用駅名表湯田温泉駅は山口県山口市今井町にある西日本旅客鉄道山口線の駅である。北側に単式ホーム一面一線を有する地上駅。かつては相対式二面二線の交換設備を有する駅であったが交換設備等は撤去されている。南側には昔使っていたホーム跡が残っており2010年末に 山口芸術短期大学の学生により、湯田温泉関連の絵が描かれたパネルが設置されている。駅舎は、ホームの新山口寄りにある。新山口駅が管理し、JR 西日本中国交通サービスが、駅業務を受託する、業務委託駅である。駅舎正面脇には、湯田温泉旅館共同組合のマスコットキャラクターで、あるコユーフト市の高さ8メートルの像がある。 2011年には、山口市の街中整備事業の一環として、湯田温泉駅前の整備が行われた。具体的には、利用率の高い駐輪場を拡張して、収容台数を594台から800台まで増やし、同時にトイレの整備や足湯の新設を行うもので、工事期間中は、駅から約50メートル西側の休行電を市が借り上げて臨時駐輪場とし、 駐輪ラックを移設後に、元の駐輪場、トイレを閉鎖し、本工事に着手している。おいでませ。山口国体までの完成を目指して工事が実施された。1日の平均乗車人員は、以下の通りである。湯田、温泉駅を名乗るが、湯田温泉の温泉街は駅前から北に伸びる、県道湯田停車場線を約400メートル進んだ、ところが温泉街の南端になり、 中原中夜記念館、井上公園などのある温泉街の中心は、さらに約300メートル先の県道、宮野大都市線沿いになる。各方面への路線バス、高速バスが発着する、湯田温泉通りバス停は、温泉街の中心エリアにある。なお、駅前には、旅館案内所がある。沢原の川を渡って、徒歩約20分の場所には、山口大学吉田キャンパスがあり、 学生街の入り口の駅の顔も持つ。駅最寄りのバス停は、県道と湯田線沿いの湖線橋北詰めにある、湯田温泉駅入り口バス停。中国 JR バス、傍聴交通の山口大学方面の路線が停車する。ありがとうございます。